北海道小樽市で行われていた王位戦七番勝負の第3局。藤井聡太七冠は挑戦者の佐々木大地七段と長考合戦となりながらも攻め合う展開になりました。最後は藤井七冠が見事寄せ切って131手で勝利してシリーズ3連勝、タイトル4連覇に王手をかけました。中盤にかけてやっぱ、まあ、どういったか形でなんか攻めを見せていくかという、まあ、構想が非常に難しい勝利だったんですけど、そのあたりは課題が残ったかなと感じています。受けに回ろうかなというところで、まあ、じっと対応されて、まあ、こちらが苦しい時間が長く続いてしまったかな。王位戦第4局は来月15日と16日、佐賀県嬉野市で指されます。